もう年金も使ってんだいいだろう、おいハロハロ、こんにちは、ゆんです。そして VAMPI どうも、バンビです。よかった、普通お待たせしました誰か待ってたかな。そう、もうやれやれ、うるさいからこの間、玄関まで来たんだから。玄関まで来たの、ユミリーが。やばいやばい、早くエンジン出してくださいよかった、今日は挨拶普通で。え、まあね、まあねはい、ということで今日もバンビくん家に来てるんですけど、なんかせっかくだからバンビくん家を生かしたいなって思って。あ、なるほどね。僕も生かされたいです。どういうことですかユンの家のキッチンがね、しょぼくて。しょぼそうですねなんかあんま確かにちゃんとして料理作ってるの見たことないな、動画で。そうなの、うん、いつも部屋で粉練ったりとか、はいはいはい、部屋でまな板と包丁を切ったりとか。部屋でまな板と包丁切ってんの何で日本刀とかで。違う、間違えちゃった。はい、まあそんなこんなでね、バンビくんのお家のキッチンせっかく広くて綺麗なので。そうだね、14畳ありますから、キッチンだけでそれ広すぎでしょ。そんなことないよ。いや、14畳ぐらいあるからね。そんなことないよ、うん、2、3人ホームレス寝てるから今。だからね、今日はちゃんとした料理を作りたくて、はい、何を作りたいかっていうと、みんながさ YouTube とかでビヨーンってやってるあのチーズタッカルビが作りたい。僕一回作ったことありますから任せてください、うん、はい、アドバイスするんで。任せます、はい、あ、任せるんですね。作らないんですね作りましょうよ、せっかく俺の広いキッチンあんだから頑張ります。はい、じゃあ早速作っていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。ヒリゴー、ゆるくね、ゆるく、あくびすんのこのチャンネルでじゃあ俺ん家だからあくびが出るのよ、わかる。あくびってね、人間が酸素が足りない時に出るのよ。つまりこう緊張してるというか、やっぱ人のチャンネルだから緊張してるからあくびじゃん、わかる。はい、ということでバンビくんのキッチンに来ました。あれ、バンビくんどこだって言って、あれ、バンビくんどこだ。テレレレレって言って、テレレレレテレって、テレレレレテレテテレテって、はい、ひょっこりはん。ああ、そんなところに。何やらせんだよ。いやいやいや、自分でやりだしたいって。何やらせんだよ。言ったんだよ。早く進めろ。やらせてないよ。はい、じゃあ先生、まず何からやればいいですか。まずはまずはまずは材料全部切っていきます。はい。鶏肉を一口大に切っていきましょう。一口大。手はちゃんと洗いました。皮は？皮はね、美味しいからね、剥がなくていいと思います。はい。体型が気になる奥さん方はね、皮を剥いでもね、こちらダイエットになるんでね、非常にいいと思います。あ、切れない。切れ味の悪い包丁だ。そうですね。やっぱ道具に文句つけるのはやっぱ初心者なんで。包丁の持ち方がね。こうで、こう、もっと根元、こう、そう、おお、はい、ということでね、ちょっと小娘がね、だいぶ遅いんでね、僕が切りたいと思いますはい、切り終わりました。はい、ありがとうございます。そしたらですね、こちらをジップロックに入れていきます。選手交代したいと思います。はい、これに何をつければいいんだ。はい、その中に酒大さじ2杯、はい、砂糖大さじ1杯、砂糖大さじ1。はい、そしたら蓋を閉めてよく揉み込むものに揉み込みます。よく揉み込んだらしばらく置きましょう。はい、ということでね、10分経ったんでね、さらにこちらの中に調味料を加えていきたいと思います。え、コチュジャン大さじ2、醤油大さじ2、すりおろしにんにく2センチ。ストップって言って、あ、もうちょっと、うわ、もうちょい、トロトロだ。すりおろし生姜、はい、2、3センチ。おお、あ、こんぐらい、 OK、 はい、この唐辛子大さじ2杯、めっちゃ入れるじゃん、辛そう。はい、はい、調味料全部入れ終わったら揉み込んでいきます。はい、うわ、めっちゃ赤いよ。辛そう。辛いの食べれる？辛いの苦手やばいじゃんこれ絶対混ぜ方がダメ。どうやって混ぜんの？揉み慣れてないよ。それは揉み慣れた人はどうやって揉むの？こうだよ、こう、おお、こう揉むんだよな。なるほど、できた。めっちゃ真っ赤。続いて野菜を全部切っていきましょう。はい、ってことでね、じゃあ野菜を切っていくんですけど、キャベツを半玉切っていきます。意外に包丁似合いますね。本当に？なんかあんまり家事やってなさそうなイメージ。バイトやってたからかな。あ、なるほどね。そうそう、野菜大きめが好きなんで、これぐらいにしときます。美味しいよね。やっぱ田舎から来たやつっていうのはね、野菜を切りたがるのよ。何がうざい。そう、やっぱシティボーイから見るとね、そう、大体そうなのよ。もううるさいな。はい、キャベツ切れました。はい、おめでとうございますさつまいも、さつまいも5ミリくらいの厚さで短冊切りですね。短冊切り、ゆんちゃんの思う短冊切り。短冊切りって七夕に飾るあれでしょ。まあ多分字はそうですね。短い足と書いて短冊。それ短冊、短冊切りで。バカにしてます、私のことですか。短冊なんですかねえ、映さないで。
で皮むきます？皮むきますね。はい、ゆんちゃんはやっぱ皮むけてる方が好きなんですか？さつまいもですか？さつまいもです。うん、でもやっぱ皮が残ってると口の中に残る感じがして。皮がね。うん、だから剥がない方が好きかな。なるほどね。はい、むけました。はい、上手にむけました。つるむきですよ。これを短冊切り？そう、短冊切り5ミリぐらいです。5? え、どうやって切るの？どうやって切るの？気をつけてくださいね、指切らないように。めっちゃ硬かったです。カメラマンには文句言ってきますから。手元映してよ。下手くそな手元なんて映したら意味ねえだろ。確かに。あ、こんな感じじゃない？ほら、あ、ぽい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 。あら、こういうこと？こういうこと？そうですね。できちゃったよ。素晴らしい。短冊切りが分からなくって。はい、やっぱ田舎もんのってはそれぐらいでかい。でもさ、こんぐらい大きい方が絶対美味しいよ。はい、そうですね。うん、はい、これでいきます。続いて同じく人参をね、短冊切りでお願いします。はい、短冊切りっていうの見せてやるわ。お、先生お願いします。お、これが短冊切り？これが短冊切り。どうやって教えてくれたっていうのね。これや。まあ、料理に正解なんてないから。そうだよ、これが自炊のいいところ。あ、悪い。次玉ねぎ。次玉ねぎをね、はい、串8等分どきな。俺だから素人は困るぜ。包丁の切れ味が悪い。あ、道具のせいにしてます皆さん。非常に悪い。さっきまで私に素人一流の料理人っていうのはね、道具も一流じゃなきゃダメなの。ついていかないんだよ。さっきと言ってること違うよ。バイト、皮を捨てる。こういうやつが一番嫌われるんだよ。しろ、バイト、はい、皮を捨てる。遅いよ。バイト、ちょ、これぐらい切れないとお嫁に行けないよ。いいですね、いい手際。言うんだってそんなんできるし。終わり。こよ。はい、これで材料ね、全部切り終わりましたと。続きましてニラ。ニラ、これはね、入れても入れなくてもいいんだけども、見栄えがね、緑がないから。いらんやろな、そんな全部。いる、ニラ好きだから入れるの。口臭い女はね、大体ニラ好きですからね。ニラ好きでしょ、だってニラ好きな女っていうのはね、だいたいデート前とかでもね、食うのは平気で。餃子とか食べますけど。餃子とか食ってからね、デートに来んなよ。そういう女はどう思うんですか、やっぱ男としては。そういう女はちょっときついですね。別に良くない？好きなもの食べたいじゃんね。ファーストキスが餃子の味だったらちょっと嫌じゃないですか。確かに、それはね、それは。これでかな。それぐらいね。草むしってきたよ、畑から。今どこも敷地なんでお金取られますよ。はい、終わった。材料全部切ったらね、いよいよね、プレートで焼いていきましょう。イエーイ、来たー。めっちゃ簡単だった。はい、ではね、こっからね、リビングで調理していきたいと思います。ホットプレート。そう、ホットプレート、これね、いろんな人使ってるね、かなり人気のものです、ブルーのだね。これユンも持ってる、実は。これ人気だよね、持ってる人めっちゃいるからね、みんな持ってるのかな。はい、まずごま油を敷いていきます。はい、はい、はい、そしたらね、この硬い人参とかさつまいもからね、焼いていきます。わ、めっちゃいい匂い、ごま油の。めっちゃいい匂い。絶対これ部屋臭くなるやつ。続いてキャベツ。はい、はい、キャベツの上に玉ねぎ。うわ、この上にね、このお肉を乗せていきます。ひたひたに浸ってそう。豆乳。いやー、うわー、あっか、辛そう。辛そうやな、ね、ういこの上にニラ。うわ、もう美味しそう。めっちゃうまそうやな。これで一旦ね、蓋閉めましょう。これで、ね、しんなりするまで蓋閉めます。はい、ということでね、まあ、ちょっと様子見ながらね、あの水分が出てきたらね、混ぜていきましょう。オープンドゥー。うわー、めっちゃ美味しそう。水分がね、出始めたんでね、そしたら混ぜていきましょう。あ、でもさつまいも、もうほんとはもう柔らかい。いけるいける、食べれます、これ。まあ、鶏肉火とく。混ぜ終わったらね、トッポギを入れていきます。トッポギ、豆乳。トッポギ柔らかくなるまでね、これから蓋閉めます。はい、トッポギ柔らかくなるまで待ちましょう。いや、腹減った。早く食べたい。口でったいよ、この待ち時間が。くそ、小さっからびと恋愛の駆け引きって似てんな。じれったい。ということで、じれったい。じれったいよね。じれったい。はい、ということで、トッポギ、柔らかくなったところで揚げていきましょう。やっと。おー、めっちゃ水分出た。じゃあ、これを真ん中を開けて、チーズを入れていきます。トッポギ柔らかい？めっちゃ柔らかい。あー、うましょう。うましょうですね。真ん中を開けてください。そしてこちらの真ん中に、皆さんご存知、こちらとろけるチーズミックス、たっぷり乗せていきます。豆乳。豆乳。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしい。チーズの海が。チーズリバティが。さあ、これであとチーズが溶ければ完成です。お楽しみ。はい、ということで、多分チーズも溶けたんでね、開けていきたいと思います。 3、2、1、GO! めっちゃうまそう。チーズトロットロ。やば。いい匂い、いい匂い。
めっちゃいい匂いは。最高。これ何？やばいやばいやばい。食べよう食べよう。食べよう。めっちゃうまそう。手を合わせてください。いただきます。うましかて。美味しそう。チーズにこうダイブさせて。おお。これは。やばい。キー。はい、食わせてくれ。美味しそう。いただきます。やばい？うまい？激うま？おいしい！トッポギと鶏肉いきたいと思います。うまっ！いくぜ！うーん！おいしい！おいしそう！はい、ということで、いただきます！いけ！うまっ！おいしい！あかん！熱いね。しかもさ、ちゃんとコチュジャンとか一から作ったから、めっちゃ韓国って感じ。本場の味がする。本場の味、うん、美味しい、うん、野菜もしなしなで、うわっ、米最高。うまっ、めっちゃ米がこれは合うわ。多分この両サイドだけだとちょっと辛いんだけど、うん、このチーズを絡めて食べることによってね、いい感じで中和されてる。うん、それで俺辛いの苦手だけど全然食える。これは美味しい。トッポギもめっちゃもちもちしてる。うんうんうん。なんか逆にもうちょっと辛いのがいいって物足りない方は粉唐辛子の量をね増やせば辛くなるから調節できる、うん、ちょうどいい今回。うん、めっちゃ美味しい。幸せ。うん、何口でもいけるわ。さつまいもいいね、うん、俺前作った時入ってなかったんだけど、うんうんもうたまに来る甘さがね、またいい感じ。てか鶏肉がバカうめ。うん、うん、めっちゃさ、味染み込んでるよね。プリプリジューシーって感じ。人参美味しい。ちょっとトッポギだけでいってみよう。トッポギうまうまトッポギうま。前僕が作った時はね、あの餅で代用したんですよ。トッポギがスーパー売ってなくて。うん、そうだね、切ってたね。うん、トッポギの方がうまいわやっぱ。美味しい。そう、本場感がすごいわ。辛い。辛い。ちょっとイカれてきた。ソース辛い？辛い。辛うまい。はい、じゃあねラスト一口ずつ食べて、とりあえず動画は終わりにして、残りのタッカルビはゆっくり食べようと思います。はい。ラスト一口いただきます。いただきまーす。うん、米も僕ラスト一口です。うん、うん、いただきます。うん、うまっ。合う。白米が日本人でよかったわ。うん、うん、くぅ。ということで今日はね、バンビ君と一緒にチーズタッカルビを実際に作って食べてみました。はい、どうだった？お腹いっぱいで寝たいですね。わかる、お腹いっぱいになると、ね、眠くなるよね。てか大成功じゃないですか、これ初タッカルビで。うん、最高でした。幸せでした。美味しかった。うん、で韓国の皆さん、あの日本に来た際は作ってみてください。韓国の皆さん韓国で食べれるから。はい、よかったらね、簡単なので皆さんも作ってみてください。はい、あとバンビ君の方のチャンネルでもチーズハットグを一緒に作って食べてみたので、あの新大久保でね、うん、JK がやたら伸ばしてる、そう SNS でビヨーンって伸ばしてるやつ作ってみたので、よかったら概要欄からね飛んでチェックしてみてください。お願いします。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。カムサムニだ。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録とマミくんのねチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ユンとベヨンジュンでした。違うでしょ、ちょっと待って。バンビでした。それでは皆さん、今日も一日おつかレーション。バイバーイ。非常食。どういうことや、どういうことや。レーションって非常食。そうなの。このあとチーズハットグだよ。実はチーズハットグ食べます。デザート、デザート。お腹いっぱい。それな。